그런 식으로 이 사슴도 그런 이야기가 있습니다. 그래서 이 사슴적인 동물이 된 겁니다. 覚えてるけど。
うん、そう聞こえるわね、使うかなっていう言葉が、だからちょっとやってみようかな、うん、あ、僕もちょっとやってみようかな、大概一束的话就吃了你那么多走走我们往里走逛完东大寺咱们就去若草山谁给我点头啊这里有点萌啊吃马路得高谁说这里是不用的